アンドルー・ヒル、アンリ・カード・ジュニアは、アメリカ合衆国の政治家。所属政党は、共和党。ジョージ・ H.W. ブッシュ大統領政権下で、運輸長官を、ジョージ・ W. ブッシュ政権下で、大統領主席補佐官を務めた。主席補佐官在任中は、イラク侵攻の正当性、必要性を世論に広め、侵攻を容認する世論を生み出す役割を果たした。 ホワイトハウス、イラクグループの議長を務めるなど、自席補佐官であったカール・ローブなどとともに、イラク進興計画の立案、実行過程で、主導的役割を担ったことで知られる。2006年3月28日に、主席補佐官職を辞任すると発表し、同年4月14日付で辞任した。マサチューセッツ州ホルブルック出身で、 妻キャシーとの間に3人の子と4人の孫がいる。首席補佐官在任中は大変仕事熱心なことで有名であり、首席補佐官職に打ち込む姿を見た妻から、あなたは、私とジョージ・ w ブッシュのどちらと結婚しているのと尋ねられた、という逸話がある。カードは、米国ボーイスカウトの旧職人、地表議会で熱心に活動し、ライフスカウトの位を得た。 その後、彼は、サウスカロライナ大学を卒業し、工学の学士号を取得した。また、合衆国商船大学と、ハーバード大学の、ジョン・ F ・ケネディ公共政策大学院に通った。1966年から1967年まで、合衆国商船隊で勤務した。カードは、マサチューセッツ州会員議員として、政治家人生を始めた。 1982年のマサチューセッツ州知事選では共和党からの指名獲得を目指したが失敗した。1993年から1998年までカードは全米自動車製造者協会の会長兼最高経営責任者であった。アーマは1998年12月に解散した。1999年以来、 ブッシュ政権の大統領主席補佐官就任を決断するまで、ゼネラルモーターズの大政府関係担当副社長を務めた。カードは諸外国、連邦、州、及び地方の政府に関連する同社の活動を指揮し、公共政策問題に関しては GM を代表して、連邦議会や政府と相対した。 彼は現在、ユニオンパシフィック鉄道の取締役会に勤める。同鉄道は2006年7月27日に、取締役に選ばれたと発表し、取締役会の会員数を10人に増やした。ジョージ・ W ・ブッシュ、ローラ・ブッシュ、ビル・クリントン、ジョージ・ H ・ W ・ブッシュ、およびコンドリー・ザ・ライスとともに、教皇ヨハネ・パウロ2世の葬儀に参列し、教皇に敬意を表する。 カードカードは、ロナルド・レーガン大統領の下で、政府間問題担当大統領特別補佐官として、初めて、ウェストウィングで勤務した。後に、大統領首席補佐官代理兼政府間問題担当局長として、州知事や全州規模の役職者、州議会議員、市長、その他役職者らへの連絡役となった。1989年から1992年まで、 カードは及び大統領補佐官及び政策、担当大統領首席補佐官代理として、ジョージ HW ブッシュ政権に奉仕した。1992年から1993年まで、ジョージ HW ブッシュ大統領の下で、第11代輸入長官を務めた。1992年8月、カード長官は、ブッシュ大統領の要望により、 ハリケーン・アンドルー襲来後の災害救助運動を調整した。同年末、カード長官は、ブッシュ政権から、クリントン政権への移行期間中、ブッシュ大統領の移行事務所を統括した。2000年、カードは、当時のテキサス州知事ジョージ・ W ・ブッシュから、フィラデルフィアで行われる、共和党全国大会の運営を依頼された。カードは、1億6000万ドル以上に上る。 大会運営費の調達に尽力した。2000年11月26日、カードは当時の大統領当選者ジョージ・ W ・ブッシュから、ブッシュの大統領就任に伴い、大統領主席補佐官に任命された。2001年9月11日、ブッシュ大統領が、フロリダ州サラ・ソータのエマ・イ・ブッカー小学校で、 絵本の朗読会を行った際、テロリストがアメリカ合衆国を攻撃したとブッシュに耳打ちしたのはカードであった。マサチューセッツ州民主党代表のフィリップ・ジョンストンはマサチューセッツ州会員で種樹の法改正を発行させるべくカードと協力した。2000年2月、ジョンストンはワシントンポストに対し私は非常に党派心の強い 自由主義的民主党員であり、我々は共に実に見事に働いたと語った。それは選挙後の混乱が収束する頃にカードが大統領首席補佐官に任命されたことが明らかになった際、連邦議会の至るところで言われた心情であった。2005年11月26日、カードは他の乗客12名と共に ガルフストリームエアロスペース社製の総発旅客機に登場していたが飛行中の旅客機のコックピットに煙が入り込んできた飛行機はワシントン DC に向かう途中であったがパイロットは辛くもナッシュビル国際空港に着陸した怪我人は報告されなかった2006年3月28日ホワイトハウスはカードが大統領首席補佐官を辞任し公認に 行政管理予算局長、ジョシュア・ボルテンが就任すると発表した。カードは2006年4月14日に正式に辞任した。大統領首席補佐官時代のカードは上下両院から評価された。上院議員、ディック・ダービンは CNN の取材に対し、デーナ・バッシュと共にホワイトハウスを去るカードについてこう語った。彼は、このホワイトハウスで、 最も分別があり、職業意識の強い人々の一人である。彼の話は、素晴らしい、と。ボブ・ッド・アードは、次書ブッシュのホワイトハウスの中で、次のように述べている。イラク戦争がもう一つのベトナム戦争とみなされる、ことを懸念していたカードは、ドナルド・ラムズフェルド国防長官を退けるべしと、二度に、渡って、大統領の説得を試みた。 二度目の説得時には、ファーストレディのローラブッシュの指示を得ていたが、それでも失敗した。このため、カードは辞任した。カードが2007年5月に、マサチューセッツ大学アマースト校から、名誉学位を取得した際、彼のイラク戦争指示に反対する監修は、プラカードを振りかざしながら、ブーイングをして、彼の演説を書き消した。また、卒業生らは、 彼の出席に対する抗議の意思を示すガウンを着ていた。2007年10月30日、カードは、ハーバード・クリムゾンの取材に対し、短い回答を寄せた。彼はその中で、大統領が私に辞任を求め、政権も私に辞任を求めたので辞任したが、ホワイトハウスを去りたくはなかったと述べた。彼が決定を主導したわけではないと暗示する。これらの声明は、 表向きの辞任理由と矛盾している。ありがとうございます。